ウィンザー城での祝祭 C1776 年ガイホークスナイトはガイホークスデー、焚き火の夜、花火の夜としても知られる毎年11月5日に行われるイギリスの記念日。由来は1605年の11月5日に当時のイングランド王のジェームズ一世を暗殺しようとし、カトリックの国家元首に置き換えようという。 英国カトリック教徒による火薬陰謀事件の逮捕メンバーであったガイ・ホークスが議事堂の地下で爆薬を仕掛けて待機しているところを逮捕されジェームズ一世が生き延びたことを祝って人々はロンドンで焚き火を灯したのが起源。翌年このクワての失敗に対する感謝して毎年記念日とする法律施行された。毎年この日にはガイと呼ばれるホークスを表す人形を 支中に引き回した後に、かがり火で薬行事が各地で行われた。1650年代以降は、花火も打ち上げられるようになり、現在では、11月上旬に、イギリス各地でもっぱら打ち上げ花火を楽しむ祭りとなっている。火薬陰謀事件の日は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、カリブ海諸国などの英連邦のメンバーを含む、世界中の植民地に紹介されました。 オーストラリアでは、シドニーは1805年にガイホークスの肖像のパレードとかがり火が行われた1833年にパースはガイホークスナイトを祝日とした。1970年代までにガイホークスナイトはオーストラリアではあまり一般的ではなくなった。ニュージーランド、カナダ、南アフリカでは未だに行われている。 南アフリカのケープタウンのケープフラッツでは、ガイホークスの日が若者のフーリガンに関連するようになり、暴行、放火、破壊行為は、学校の生徒を誹謗中傷することによって行われ、ケープタウンの地方自治体は花火を禁止し、イベントに反対している。北米では、ガイホークスナイトは最初はほとんど注目されていなかったが、1662年11月5日に、 ボストンで焚き火をして二人の少年が逮捕されたのをきっかけに注目を浴びることになった。ボストンの一部の市民は1776年に最後のガイホークスナイトを祝ったが、この伝統は1817年までセーラムで継続され、1892年にはニューハンプシャー州ポーツマスでも開催された。18世紀後半にはイギリスの二人の首相、ビュート伯爵とノース教、 アメリカのベネディクト・アーノルド将軍などの著名人の肖像も焼かれました。1880年代には火薬陰謀事件の失敗を記念するものではなくなったもののニューイングランドの沿岸の街ではまだ焚き火が灯されていた。ありがとうございます。